いらっしゃいましたか。すみません、犯人の尋問が終わったばかりで、あなたたちにお知らせする時間がありませんでした。何か分かったのか。何と言いましょうか、予想外のことが多々ありまして、誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思ったより簡単でした。適当なものにサーチェン様の格好をさせたところ、しばらくして向こうから食いついてきましたから。問題は、これは尋問が終わって分かったことですが、彼らを雇ったのはなんとサーチェン様の息子だったというのです。子供が人を雇って父親を拉致しようとしたのか。なんだってそんなことしなきゃいけないんだ。それはなんとも。シティに入った傭兵はごく一部でしたので、多くはまだ外で待機しています。これから人手を集めて彼らを一網打尽にしに行きます。あなたたちも一緒にいらっしゃいませんか。いいぞ。ちょうどオイラたちもどういうことか見に行きたいと思ってたとこなんだ。親分、また誰か来たみたいだぞ。あのな、俺たちはただ金をもらって働いただけだ。ここまでする必要ねえだろ。逆恨みもいいとこだ。俺たちを雇ったのはこいつだよ。どうしたんだ？お前ら誰にやられたんだ？お前、あいつらの仲間じゃなかったのか？あいつら？誰のことだ？空を飛ぶガキがいてよ、出会い頭にぶん殴ってきやがったんだ。しばらくしたら今度は緑の服の男が来て俺たちに質問をしていった。事情聴取は終わっています。背後で指揮していたのはここにいるサーチェン様の息子シワニです。聞きたいことがありましたら今ここで聞いていただいても構いません。この後彼らを全員逮捕して教令院に連れ戻し尋問します。どうして人を雇ってサーチェンを拉致しようとしたんだ。決まってるだろ。20年もの間あいつはどこで遊んで暮らしてるかもわからなかったんだぞ。僕のことを気にも留めなかった。もっとムカついたのは、あいつが事業を教令院に任せたばかりか、それをいつか気に入った天才に譲るだなんて契約をしたことだ。あれは本来僕のものだ。なぜ他人に譲らなきゃならない。僕にくれないというならあいつから奪ってやるまでだ。そのまさかだ。あいつは陰で試合を見てるって言っただろ。だから人を雇ってあいつを拉致して契約を修正させることにした。教令員が応じてくれないならあいつ本人に認めさせればいいだけのことだ。いや、あの老いぼれは隠れるのがうますぎる。今もどこかに隠れてこの笑い話を見物してることだろ。20年前の時点ですでにあいつは狂ってると思ってた。狂ったやつは何でもできるからな。彩色の冠？はっ、あいつが教令院に寄付したあの冠のことか。あれはなかなか値が張ったな。当時あれを買うためにサーチェンは多くの事業を売り払ったよ。あれを買ってからというもの、家に幽霊が出るようになったのさ。収蔵室の前を通るとたまに甲高い話し声が聞こえてくるという具合にな。それにあの冠を教令院に寄付する以前、サーチェンは部屋に閉じこもって連日あれを研究してた。あの時からすでにどうかしてたから、何をしててもおかしいとは思わなかったが。どうかしてたってどういうことなんだ。あの時は小さかったからよく覚えてるわけじゃないが、確か砂漠へ調査に出かけて数年戻ってこなかった。ある日やっと帰ってきたと思ったら、まるで人が変わったようになっていた。誰も理解できない言葉をブツブツと口にして昼も夜も論文を書いてた。何を書いてるか覗いてみようとしたけど追い出されたよ。その後あいつは書いた論文を持ってもう一度出かけ、帰ってきた後教令院と契約を結んだんだ。今思い返せば
あれはもう僕の父などではなかったのかもしれない。サーチェの皮をかぶった砂漠から帰ってきた悪魔だったのかもな。怖いこと言うなよ、そっとしたぞ。信じるかどうかは君たちの勝手だ。知ってることは全て話した。ああ、それと一つだけ頼み事をしたいんだ。もしサーチェンに会うことがあったらこう伝えてくれ。あいつが外で何を研究してようが、僕の目に映るあいつはただのクソ野郎でしかないとな。話は終わりましたか？それでは行きましょう。今回の件の首謀者は逮捕できました。情報提供ありがとうございました。まだ何か心配なことはありますか？そうだな、アルハイゼンのメモにもあの冠のことが書いてあったし。アルハイゼン様もこの件に注目していらっしゃるのですか？一つ考えがあります。冠に問題がありそうなら主催者に連絡して試合を一旦中止させ、詳しく調べた方がいいかもしれません。そうだな。それじゃあ早速メイン会場に戻ってこのことをカリーナに伝えようぜ。カリーナ！はあ、やっと戻られましたね。探しましたよ。どちらへ行かれていたんですか？第3ラウンドの試合はもう始まっています。サーチェを狙った悪いやつを捕まえに行ってきたんだけど。いやいや、それはどうでもいいんだ。彩色の冠に問題があるかもしれなくて、ちゃんと調べたいんだ。彩色の冠に問題が？そんなはずはありません。20年もの間試合のたびにあの冠を使っていましたが、何の問題もありませんでした。どこからそのような情報を？これはとても重要なことですから少し考えさせてください。実を申しますと、第3ラウンドの試合が開始する前に彩色の冠をマウティーマチューリンに置いてきたのです。第3ラウンドの試合内容はまさにマウティーマチューリンで冠を見つけ出し、それを指定された台に置くことです。最初に冠を配置できた人は4ポイントを獲得できます。ここまで参加者の得点に大差がないことを踏まえると、最初に冠を置いた人が最終的なチャンピオンとなる可能性が高いでしょう。ですから今回の試合は激しい戦いになると推測しています。今から向かっても間に合わないかもしれません。冠の位置をマークしますので、直ちに現場へ行って状況を確認してみてください。何事もなければいいのですが。どう？今すぐ出発しようぜ。まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。機械装置壊れちゃったみたい。試合は白熱してきたな。おや、カーベ選手は遅れてやってきたようだ。そうだ、そのまま冠を置け。
君の欲する全てが手に入る。誰だ、頭の中で喋るな。君なら私を失望させない。わけがわからないぞ。妙だな。勉学に励んで。ついに私の財産を受け継ぐ者、私の研究を受け継ぐ者が現れた。さあカーベ、いい子だ、私のところに来い。どうして僕の名前を。あなたは一体誰なんだ。私はサーチェン。もちろん正確にはサーチェンの意識のかけらの一つに過ぎないが、実に不思議な縁だ。君を見ていると昔あったある人を思い出す。だが君の信念は彼より強く、世の真紅を熟知している。君には私の全てを継承する資格がある。子供たちよ、私たちは初めて会うが、これから話すことはとても大事なことだ。ぜひその証人となってほしい。今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合を見せてくれた。教令院には多くの記載がいる。君たち一人一人が全員が特別なのだ。だがあえて後継者を一人に絞るとしたら、私は君を選ぶだろう、カーベ。君が優勝したからというだけではない。君は私と似ているからだ。あなたが僕と。そうだ、私たちは共に哀れな理想主義者であり、それこそが私たちの苦しみの源だ。28年前、私は砂漠に行き8年間も暮らした。そこで何を見たと思う。戦争、殺し合い、永遠に終わらない者たち、水源の奪い合い、キャラバンからの略奪、民衆に対する搾取、それらは一日たりともやむことはなかった。防砂壁の外側の世界は私の思い描いていたものとは完全に異なっていたんだ。見てきた全てのものに苦しみを感じた。だからこそ彼らを救う道を見出したいと切に願ったのだ。それで答えは見つかったの。私は陰論派の学者だ。当然陰論派の知識に答えを求めた。私は歴史を研究し、社会を分析した。人間性に関する実験を数えきれないほど行った。ついには砂漠の奥深くで失われた学派を自称する学者とも接触した。そして答えなど最初から存在しないということに気がついた。過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない。罪とは人間の性に刻まれたものなのだから。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。これは人間の力では逆らうことのできない必然なのだ。いかにして歴史から教訓を得るかを研究してきた。だが皮肉なことに歴史からは何一つ教訓を得られず、全ては悪くなるばかりだという結論にたどり着いた。学んできたことの意味がわからなくなった。重くのしかかる虚無に私は生きる気力を失い、
自らの命を絶つことにしたのだ。だが偶然にも私は意識の一部を保存できるこの冠を手に入れた。私は自らの経験をその中に書き込み、教令院に財産を預けることにした。やはりあなたが教令院と結んだ契約はいわば遺言だったんだな。この世界に絶望したというなら、どうしてまたこんなことをした？言った通り、私は数多くの人間性に関する実験を行ってきた。これはその最後の実験だと思ってもらって構わない。教令院なら天才にはこと書かない上、どの世代にもそれを代表する花形がいる。高額な報酬のもとに人間性のわだかまりを解き、世界を正しい方向へと導いてくれる者がいつか現れる。そう私は願っていた。つまりあなたが欲しがっている継承者は、天才でありながら常人の苦しみを理解できる人間でなければならないということだな。なぜならそれが人間性。でもこう考えたことはないか。富は人間の心を麻痺させ、外部の苦しみに対する感覚を失わせる。あなたの財産を継承した理想主義者が必ずしも。君は賢いな。だが私にはわかる。君は私の考えを理解できる類の人間ではない。継承者が私の研究で苦しむのか、あるいは偽りの快楽に溺れるのか、どちらにせよ私の研究には進捗がある。私は世界の本質に痛みを感じ、その重苦しい歴史を嘆いた。そして遂行できなかった研究への未練も。だから河辺、愛しき子よ、君は私のためにいる。本当に全てを僕にくれて、その上好きにしていいと。私は自分の目を信じる。冠をいただき、私のためにこの道を最後まで歩んでくれ。この結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの富が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全て。ほう、もういいだろ。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。これで終わったのか。カーベ、大丈夫？体調はどう？僕は大丈夫だ。ありがとう、ティナリ。心配はいらない。無理しないで。カーベさん。冠はカーベ選手によって叩き壊されたが、その前に彼は試合目標を達成した。ルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から見ても今回の学院トーナメントのチャンピオンだ。学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々に推挙された継承者として、河辺選手はサーチェンの全ての財産を継承する権利を有する。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を全て寄付するのか？さっきも言っただろ、この世界が良くないというなら彼の残した授業でそれを変えればいいじゃないか。単に否定するだけでは何の結果も出せない。僕は彼とは違うんだ。わかった。書記官としてこの件を資料に記録しよう。
これから財産の具体的な使途については大会が終わった後に賢者から連絡が行くだろう。ああ、僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないし、どうすればあれを完成できるかなんてなおさらわからない。ただわかってるのは、全てをここで止めれば参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ。今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも誰かがこのトーナメントに参加する。未来の学者たちだって引き続きこのために研鑽を積むだろう。でもサーチェンの話は人々を苦しませるものだ。だからここまでにするんだ。これ以上広げちゃいけない。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが、大丈夫、この責任は僕が背負えばいい。僕にとってこれでよかったんだ。僕にもこれしかできることはなかった。うん、よく言った。君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない正義と理想を述べたんだ。俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。ただプライドがそれを認めることを許さないだけだ。でも君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しよう。はあ、勘違いするなよ。誠意のない称賛なんかいらない。それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて試合の評論に集中してくれ。カーブさん、おめでとうございます。受賞式に出る準備をしておいてくださいね。